お邪魔します。いらっしゃい、ゆみちゃん。今日はお招きいただきありがとうございます、あゆむ。うんうん、こっちこそ来てくれてありがとう。暑かったでしょ。冷たいお茶を入れたからゆっくりしてね。ありがとうございます。ではいただきますね。おいしい。このおいしいお茶を飲みながらなら夏休みの予定を決めるのもはかどりそうです。お気に入りの紅茶をアイスティーにしてみたの。喜んでもらえてよかった。それじゃあ早速だけど始めようか。はい、パンフレットもたくさん持ってきました。一緒に探しましょう。ふみちゃん、ここはどうかな。大きいプールができたんだって。いいですね。5種類のプールに4種類のウォータースライダー、見ているだけでワクワクします。でしょ。他には、あゆむ、見てください。来週秋葉で夏祭りがあるそうです。これもみんなで行きたいですね。はー、楽しそう。屋台で綿あめとか食べたいね。あ、アーティストのミニライブもあるんだね。本当ですね。ぜひ見てみたいです。ライブか。普通に遊びに行くのも楽しいけど、やっぱりミューズ、アクア、虹学で一緒にライブもやりたいな。私も同じ気持ちです。夏フェスの時のような飛び入り参加できるイベントがあるといいのですが。飛び入り参加楽しかったもんね。私も調べてみる。あ、ここはどうでしょう。海水浴の催し物で当日参加 OK のビーチステージがあるそうです。はあ、これならライブができるね。今年はとっても素敵な夏になりそう。手を握ったりしてどうしたのですか。心配しなくても、私は離れませんよ。エマ、大丈夫ですか。あと少しですよ。ファイトです。うん。着きました。ここが山頂ですよ、エマ。ほら見てください、なんていい景色。私たち一面に広がる紅葉を上から眺めているんですよ。空気も美味しいですね。うん、スイスの山もこんな空気だよ。澄んでてキリッとしてる。この山とエマの故郷の山の共通点ですね。そうだね。でも今日の登山はきつかったな。今まで登った山とはちょっと違ってて。そうなのですか？私もそんなに登山の経験があるわけじゃないからわからないけどね。
森の中の急勾配を上がっていくのは初めてだったから、ちょっとドキドキしちゃった。でも、海ちゃんが何度も私を気遣って後ろを見てくれてたから、ずっと楽しく元気に登れたよ。エマの元気の源になれて嬉しいです。スイスの山、いつか私も登ってみたいです。きっととても美しいのでしょうね。ああ、海ちゃんのこと案内したい。スイスの山を見てもらいたいな。その時はエマが私を元気づけてくださいね。こうでしょうか。あ、こうやってこう。あれ違うみたいですね。ではこれでどうでしょう。難しい。あなたでしたか。いえ、ああ、もうこんな時間なのですね。出迎えにも行かずすみません。ああ、これは違うんです。大丈夫なんです。その、あなたが来るまでに時間があったので、雑誌で見たヘアアレンジに挑戦してみようかと。まあ、失敗しているんですが。雑誌では簡単そうに見えるのに、実際やってみると難しいものですね。なるほど。いいかもしれません。調べてみましょう。いろいろ見た結果、これなら初心者の私でもできそうな気がするんですが、どう思いますか？そうですよね。って、いけない。今日は相談をしに来てくれたんですよね。ヘアアレンジはまた後にしましょう。あなたがそう言うなら。そんな人に触らせるようなものでは。なんだかあなたに髪の毛を触られるのは慣れませんね。でもとても大事に扱われているのはわかります。あなたの手、優しいです。
ようこそおいでくださいました。ここは私の秘密のお部屋です。ここで流れる時間はのんびりとしたもので、とても安らぎます。ほら、あなたも座ってください。一緒に静かな時間を過ごしましょう。今日はあなたのことをたくさん聞かせてくださいね。いけません。勘違いしてしまいますから。